にちは、八木先生です。見てこの勢ぞろい感さっきね、ムンディ先生に歴史の勉強の仕方、はい、頭に残る勉強の仕方とか教え方を伺ってたんですけど、そもそもここがどこやねんっていうとね、スタディチューブサイトで NC やったのぼう先生の、そうですね、塾はい、まあ、ねうん、マイスタイルという堺の北野だというところね、ね、なんですけどね、僕のまあ、うまい故郷の近くでもありますけど、わざわざ皆さん来ていただいて、あれほんますごいだってね、すごいメンバーありがとうございます。福岡、福岡、岡山、岐阜、なぜ北野で堺に集まるの、遠いところも、まあ、なぜ集まるかというとね、もうすぐスタディチューブが記念すべき、そうですね、一周年、はい、教育系 YouTuber とファンの集いっていう、うん、まあ、イベントみたいなのをね、イベントしていただけるという、はい、それを匠さんとか鈴木貫太郎さんとかが、それもそうですよね。匠くん来るんですか？あ、来ます。匠くん、そうなんです。貫太郎先生も、そうなんです。匠さんとは、はいはい、あ、そうか、匠くんとは一回あの動画で一緒になったことあるんですけど、本能ね、はい、ここも忙しい方なので、なんかなん、そんなになんか喋んなかったんですけど、はい、あの忙しい人たちがもっともっと来てくれる、ね、お話できるんだったらと。神田先生は、神田先生はまだなんです、はい、顔を応援してみたいですね、絶対。しかもその現場で呼び乗りの生収録をしてくれる、はい、マジですね、その場で授業を取ってくれる、はい、ホワイトボード用意して、その場でファボなしに入れるかも。そう、もう、もしかしたらほんまにゼロかもわからない。それをほんまの現場を見れるという。そんな貴重な。それすごいです。秋人先生来るんですか？秋人さんも来ます。秋人さん、本当にすごい協力してくれて。オールスターから。本当に嬉しいですね、秋人さんに。小川さんに。玉木さんっていうね。数学 YouTuber、若い20代ぐらいのね、若手の先生方がクイズで対決するという、数学クイズで対決する、で、司会があれでしょ、高田先生でしょ。そうですね、高田先生はもうあちこちの現場で司会をやって、めちゃめちゃ盛り上げますから、ね、高田先生が一回名古屋で数学のセミナーされた時に僕も行ってきた。あ、そうなんです。めちゃくちゃ面白い。それは真面目なタイプの、真面目なタイプでしたね。真面目なタイプやけど、やっぱ喋りが面白いから、笑いもすごく楽しいまま、9月22日、そうですね、9月22日やけど、8月の20日までに参加者が、はい、20日ですか、そう、もう言ってるもんですね、今日何日でした、11日、今日12日やかに頑張るしかないです。8月20日までに参加者が集まらないと、このイベントはびっくりしました、おしゃってしまう、それびっくりしました、それなくなるんですか、そうなんですよ、これだけ各方面の調整がやっとついて、やっと実現するかっていうところなんで、なんとかみんなの力で実現させてほしいなと思ってます。実現しなかったら、実現するっていうのは、まあ、単純に参加者の問題、そうですね、どんだけ人数が集まるかっていうことですね。それもキャンプファイヤーっていう、そのクラウドファンディングのサイトでその参加者を募ってて、そこでその支援っていう形でお金を払ってくれたらっていうので集まったらっていうやつなんですね。これ僕がほんま時代遅れでついていけてないんですけど、だからまあ言うたら普通はチケット買うけど、そうやなくて、クラウドファンディングでその支援という形の、それがチケットになって、そうですね、その支援したよっていうのを見せたら、それが入場券みたいになって入れるっていう、そうなんですよ、そこがね、ちょっと分かりにくくて申し訳ないところやけど、支援したというその画面なりスマホがで確認することで、あの入場チケットになるので、今までのイベントでまあ大抵入場券を買ってたけど、そうじゃなくて、入場券を買うんじゃなくて、支援したらそれで入れるっていう、そうです、その支援の種類も、あのアルコール飲み放題の支援やったらいくら、そのソフトドリンクやったらいくらみたいな、それを選べるんで、まあアルコールです、うん、飲み会を会議集めるような、ああそうですね、みんなで出し合って集まったらやりましょう、あ、なるほど、そもそもじゃあ集まらなかったらやらないよね、そうなんです、すごい、でもメンバーが集まってくれるから、ここはね、絶対にね、実現し
したいし、今日もだからすぐ帰られるの名残惜しいけど、まあ、9月に会えるならええかと思っててんけど、すぐ帰ってられるから、次またいつ会うの、何時集合ですか。4時半から一応会場、まあ、そこから会場準備して、で5時から開演っていう感じですね。でまあ7時半ぐらいにはお開きっていうか、まず何が行われるんですか、その会場して。いきなりもう呼び乗り。そうですね、もうまずは呼び乗り、そしてあと鈴木貫太郎先生のその撮影収録を順に行っていただきます。だからそれ両方見てまた違いとか入れて面白い。面白そう。鈴木先生はなんかお酒飲みながら撮るんですかね。水系的なそういうなんか優勝なイメージがすごいありますけど。います。そういうの見たいですよね。ということでまとめると9月22日、その前に、あ、8月、あ、そうか、9月22日、参加するのあるかないかの説明会があります。そもそも、そうか、8月20日までに参加した人は、参加を表明してもらうキャンプファイヤーで、なんか検索とか、アドレスとか、もちろん、まあ、僕のね、説明欄には入っておきますし、そこでみんなが、チケットを買うという名の支援を、ね、してくれへん、まあ、もし行けないけど、まあ、支援だけ、あ、そういうのは寄付だけっていうのもできます。それでまあ目標金額行けば一応開催はできますので、まあ、もちろん参加者が増えてくれた方が嬉しいです。やっぱり、ね、僕らの場所ないと喋りたいので、スタディチューブのサイトに行ったらもうクリックしていけるんですね。スタディチューブからでも行きますし、うん、まあ、どっちにしろキャンプファイヤーで支援するのはダメです、ね、クラウドファンディングのキャンプファイヤーで必要なのはあれですか、クレジットカードでもいいし振り込みでもいいですね。そうですね、あとコンビニ払いとかできるんで、クレジットカードがないっていう学生さんとかでも、できますんで、確かにその10代の子とかね、そうなんできたらクレジットカードを入れてっていうのはできないし、そうですよ、そういう方は、まあ、コンビニ払いを選択したらそれはそれでできますので、では、8月20日までに、ご支援のほどどうかよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、謝罪会見